もう今日はもうガチガチやりたくないなと思ったら、それでやると向こうは同じの返すから。うまいよ。うまいよ。うまいよ。それと体力が待ってたら俺と遊びでやれよ、ちょっと。これくらいでいい？うまいから。ちょうどいいから。見てみよう。おい、ランランいらっしゃい。めちゃくちゃうまいですよ。才能ある。楽しんでってね。あれだけやっとこう、そのいつもバーって打たれて追い込まれちゃうと死んでちゃうから、後ろに押していいんだから、押して回るっていうことだった。それだけやっとけば。おい、高山ワード2お疲れ様。これくらいでいい？ワイプの画面どう？こんな感じでいこうか。おー、テレお疲れ。みんながロムに行くんだよ、選手が。この枠は、この枠はね、みんな選手が集まる。始まりからでいいか。おー、さつきちゃんはどつ？どの辺からだ、スタートは。この辺か。怪しい宗教団体、うん、一緒に研究しよう。絶対足は交差しないよね、はい、交差するとそれ交差で倒れちゃうから、交差はしないの、同じ幅なんだよね。音量もちょうどいいかな。音量も大丈夫。また右の爪おかしくなったよ。あの辰彦さんのカットがカットだわ。辰彦さんさっき帰りながら見てたらね、辰彦さんのカットがうまく入ってた。バチンって爪またいかれた。亀島さん企画見れなかった。まあ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 、タイムシフトあるから YouTube で見てもいいし、ランラン YouTube 登録しといてよ。お、集まってきたね。リスナーさんお疲れ様です。今日の練習動画です。別角度で見応えあると思うんで楽しんでてください。いてててて、ねえやべえな、ねえやべえな、シャドウ。シャドウボクシングももちろん正確に速くなんだけど、実際に相手が目の前にいるって。あ、登録してる。うん、ありがとう。相手がいて、相手に打って、相手も打ち返してくるから、それを避けてまた打つっていうね。ケリーの、ちょっとプロテイン作ってくるね、俺。お願いします。もう、このね。見つけるやばい。
せるよ。あんまり長くなくて、こっちに向かえるっていうか、要するに体まっすぐじゃん。そこに当てたいから、これまっすぐで持ってきてくれない。結構これ、あの、これ何度やったけど、サッカーと一緒でさ、こう膝から先をこう緩く使って、足首はブランドする。こういう風に切らないで。こっから先だと走るよね。で、ジムによってはこう打てって教えてるんだけど、実際そんなことやる余裕ないから、下から上の軌道でいいからね。もう実際に当てるって。下のこっから先だけ走らせて、こっち、こっち、ここだけ速く。もう 40% くらいの力で、ちょっと待って、少し。これ測りますか？まだ。はい、うん、それだと力が入ってる。はい、膝から下だけ力を抜いて、腹筋に力を入れながら、腹筋に力を入れて、サッカーの、そう、別によくなってる。OK。よし、ちょっと待って、力、膝から先だけを走らせる。はい、あ、そうそう、今のよ、これ。走らせる、もっと走る、もっと走る。そう、OK、いい、そう、それを覚えてて。OK。すげえ。サッカーでしょ。おお、そうそうそう、それでいい、それでいい、それでいい。オッケー、逆マウス蹴っとるよ。うわっ、オッケー、左逆マウス、うん、左、やっぱり左近い、膝先だけ走らせる。あ、できる人はここでスイッチ1回入れてなんだけど、まあ、できない人は歩きながらね、こっから先だけ力入れて走らせる。後ろを逃げちゃうと逃げちゃうから、前に少しずつ走らせる。こっから先だけ走らせる、うん、腹筋に力入れて、足じゃなくて腹筋に力入れて、そう、バラを向けた、左側だからストレッチしてもらってよいしょ、グローブしてもらって、そしたら、光最後で、ワードを振ってる、それから光ね、ニット、で、タツヒコが指示するから、タツヒコの指示で、はい、最初ジャブ、ワン、ツー、まあ打ちたい人はワン、ツー、スリーで、はい、と、蹴り、左右、もう難しいことしないで、わかりました、もうこっち10本、こっち10本でもいいし、はい、ローキック、こういう風に受けてあげられるんだったら、はい、肘大丈夫、ここ、ローキック、ここなんです、ここで、オーケーです、大丈夫です、2分で、うん、2分だね、はい、行きます、お願いします、じゃあ、ショートアッパー、ショートアッパーで、うん、ワン、ツー、スリー、最初まずアッパー、あ、左右、まず左から、まず左アッパーは、左アッパーはこっちの膝が柔らかく使う、一回沈んで、ここ脇はこう開かないで、はい、となんていうの、肘をお腹にぶつける感じで、はい、こうグッと入ってで、ここで伸びるっていう、まあそうなんだけど、今もう軌道がこっちに抜けてるじゃん、じゃないんだ、こっちに左に絞るし、こっちに絞る、そうそうそう、膝が硬い、ちょっと逆、右アッパー、うん、そっちはいいよ、で、反対の方で必ずしっかりガードしとかないとカウンターで合わせられる、30秒、ちゃんと
ちゃんとグローブで顎を引いてもらえ、今もう打つために顎が上がってる。あとでもう一段硬い、これも一緒なんでパンチと一緒、これも当たる瞬間にグッて握り込むだけで、こんな力入れたら当たんない。もっと抜いといて、こうボーリングみたいに、こういうボーリングみたいに抜いといて、当たる瞬間にバチンと抜いて。2分測ります。あ、お疲れ、ただいま。録画、録画。カットはすまんとか言って。はい、夜の7時ぐらいかな、今日よ集合夜7時だった。テンポ一緒だ、ワンツースリーだ、ワンツースリー、パン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 、今遅い、ワンパンパン、そうそうそう、ワンパンパン、そうそう、肘持ったね。ねえ、みんな疲れたね、お疲れお疲れ。そういや、かっこよくないよ、全然。もっともっと膝の力を抜いて、肩先に走らせる。もっと走らせる。もっともっと膝の先、硬い。全然走ってない。サッカーボール出るんだ。そう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 。逆、左。ヒカルくんがね、蹴りがすごい上達してた。びっくりした。蹴りめちゃめちゃ上手くなってる。威力がね、多分3倍ぐらいになってるよ。ヒカルくんの蹴りすごい、今。ね、スナップが効いてていい蹴りだよね。チャンピオンはね、昔から蹴り込められてた。パンチもいいんだけど、ジャブがいい。じゃあみんな KP、お疲れ様、KP。プロテインいただきます。いただきます。うん、アメリカ人いつもお疲れ様、ありがとうね、タイムキーパー。地味な役だけど、あのそういうさ活動、アメリカ人がそういうなんか目立たない役やってくれてても、そういうところでさ、いつか企画呼んでやろうとか絶対なるから、この借りは俺が絶対返すから、なんかいい企画とかあったらよろしくね、これからも。アメリカ人ありがとう、ごめんね、スタッフみたいに使っちゃって。ねえ、アメリカ人ありがたいよね。めっちゃ頭痛い。いいやつだよ。みんないいやつって言ってるアメリカ人。いや、テルチャンピンの条件がキックありなんだよ。俺は本当はボクシングやりたかったの。痛い。サッカーもやし、膝の先だけ走らせる。そうそうそう。ゴールキックだと思う。ゴールキック。柔らかく柔らかく、膝の先柔らかく。膝を使って、膝を使って、放り上げる。負けりいいね。逆。蹴りの威力が段違いにいいよね。チャンピン蹴りいいんだよ。しかもフォームがめちゃくちゃなのにいいんだよ。キックの蹴りじゃなくてサッカーの蹴りなのにね、音がいいんだよね。痛いよこれもらったら。そう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 、軽やかなんだよね、運動神経良くて。蹴りはカットするしかないですね、もう。トイプーさんいらっしゃい。
ランナーアップして、なんか最初から考えたのかな。はい、これはまあ、ありがとう、ランナー、はい、ありがとう。いただきます。嬉しいよ。ルフィみたい。ヒカルくんはバランスいい。ヒカルくん超強強かった。やばい。ヒカルくん、あの前はね勝てるかなっていうのあったけど、今勝てないよ。今勝てない、うん、トイプンさんお疲れね。ズワイガニいつもありがとう。いらっしゃい。この前フォローしてくれてありがとう。嬉しかったよ。人気ヘルパーさんどうも。もうねずっと企画が始まったからずっと練習。のんちゃんまた2お疲れ。力じゃないよ。力じゃないよ。脱力して当たる瞬間に逃げ込む。うまいね。ナイスパンチ。少し遅くなったね。あ、そうなの。カラオケ行った。みんなでカラオケ行きたいね。レノさんねオーラあるよね。迫力あるね。いい映像だよ。いい映像。初見さん楽しんでてください。録画ですけど、今日さっきの練習反省会です。もしよかったらフォローしてください。報道が YouTube にも上げるんで、 YouTube もチャンネル登録お願いします。ヒカルくん蹴り良くなった。すげえいい蹴り。初見さんありがとう。アイリさんやばいよこれは。ヒカルくんしかも超強かった。もう今日手も足も出ないって本当にやばかったよ。こっちはすごいんだ。ガッシーありがとう。お疲れっす。2017年いらっしゃい。みんなフォローよろしく。グローブとか準備して疲れたよ、うん、まず目慣らしからね。まだスパイも入んない。当日楽しみになってきたね。もう2週間だね。もしよかったらアイテムでご支援お願いします。エリさんどうもこんばんは。楽しんでってね。あと11時半。ちょっと延長枠で多分2時間ぐらいの動画なんで、アイテムで延長代でも支援していただけると嬉しいです。ドルさんかっこいいよ。試合は髪型どうする。うん、いやこのまま行こうと思ってるけど。さあ俺も丸つけてね。結構疲れた。フォローありがとう。横浜チャーボーさんありがとうございます。フットギアももうつける感じですか。まあ、変わってないんで。マスピースだけつけて、で一人残りで。ドレさんとベンゾさんはちょっと別格ね。辰彦さん、ドレさん、ベンゾさんは経験者だから蹴りを食らわないようにいけば。そうっすね、ローカットっすね。ローカット、ローカットっすね。ひたすらプラスにあのボード練習だよね。ルちゃん、準備できた。ルちゃん、またルちゃん、はい、ベース、いや、つぅ、いい、これせっかくなってるんですよ。いや、つぅ、いや、ルちゃん、しげんさんでした。しげんさん、暫定セットにします。最初に言ったこと落ち着いてないと、あの言い方は落ち着いてください。誰かねリスナーさんで美容師さんとかいたらねやってもらいたいけど、誰かいるといいんだけどね。髪染めてくれたりとか。真っ赤に染め直したい。オレンジ色になっちゃってきてるから。誰もそんな技術ない。皆さんお疲れ様です。袋はマジだったら付き合う。それ脱ぐ元で
ドレさんかっこいい言うのは俺的には言うなって。いや別に俺ドレさんかっこいいと思うよ。ただ俺が一番じゃないのは、俺が一番ファンじゃないのはもう失格だよね、うん、やっぱ和道ギャルズにはまだなれないよね。いやもう接近戦っすね。今日の課題は接近戦です。カットもいいよ。やってもらおうかな。お腹の肉もうちょい絞ればかっこいいんだけどな。痩せたけどまだ乗っかってるな。もうちょい絞りたいね。もう時間ないから無理か。だいぶ腹引っ込んだけど、だいぶ腹引っ込んだけど、横っ腹がもうちょっと。本当にいい？アイホーさんやってくれんの？真っ赤だよ真っ赤。ヘルチャンピンギャルズじゃない、お前のリスナー女ばっかりじゃないか。和道ギャルズの入会条件はメンヘラか、40代オーバーかバツイチとかコブツキとか障害者手帳を持ってないと和道ギャルズになれないから、うん、癖のある女を募集中だから。今日のスパーも動画に載せたんですか？いや今流してるの、別角度で録画してて俺は毎回で、YouTube の方にアップロードしてるから、もしよかったら俺の YouTube チャンネル登録して。ああ、ぜひぜひ、初見さんありがとう。楽しんでってください。前の2日間のやつ、金映えさんとか、他の人のが見たいのは、見たい人は僕のチャンネル登録したら、見れるんで。そう、メンヘラクソババア募集中です。ドラッグストアで買えるのか、どうなんだろう、真っ赤なやつってできるのかな、あんのかな。ドンキホーテとか売ってんのかな、髪染めるやつ。最初一個でも手とかスピード上げてって言えばな。かわいいかわいいメンヘラクソババアたち。まずは顎に癖をつけて、頭も少し振って、そうあ、ワドギャルズですね。おめでとうございます。おめでとう。助けやってくれてる時に電池を試してみる。はい、入っていく。当たり前だ、相手も打ってくるのか、それも想定しながら。それ見合わない見合わない、そんな場面はないんだから。足止めてずっと見合うなんて。このベア面白いでしょ。コーナーするせいにするな。押してもある、そう押してもある、手で押していいから。2回色抜いてそれから染める、だいたい所要時間3時間ぐらい。もうね、色はもう上から染めるだけでいいと思うよ。うん、もう抜いてあるから重ねるだけでいいじゃん。エリーちゃんワド2いらっしゃい。30秒。今マススパーリングってやつですね。要は目慣らしだね。マスでもないね、目慣らし。でゆっくり動いて確認、フォームの確認をお互いするっていう。スパーリング習いたくなった、うん、スパーリングっていう競技はないからね。キックボクシングね。スパーリングっていうのは練習の内容のメニューのことだから。かわいいな、ちょっと笑うわ、うん、そう、俺バンテージって言って腕に手に巻くやつ買ったんだけど、リスナーさんがねボンテージ買いたいって、私もボンテージ買うっつって。ボンテージってお前 SM の女王が着る服だよ。このグローブの人はジムの人。いや、あれだよ、捨て頃のリザーバー選手ですね。選手が怪我した時に出る選手。スパイダーマンみたい、うん、そうだね、1時間あれば OK だね。反応な、お互いの反応。ボンテージは笑うよ、これ。私もボンテージ欲しい。女王様だ。あ、
グローブ、空手とどう違うの？あのね、空手っていうのは、あの、剣サポって言って、拳のサポーターって書いて、剣サポっていうのをつけるんですけど、もうね、なんて言うんだろう、ちょっと厚めのスポンジが乗ってるぐらいなんですよ。なんかほぼすでに近い。で、グローブは、なんて言えばいいのかな、結構モフモフしたクッションを本革で、硬い革でコーティングしてあるから、全く違うと思った方がいい。空手の経験あるけどね、グローブは、なんつうんだろう、イメージしてもらいたいのが、あの、バスケットボールとか顔面に当たったことある人いる？バスケットボールが顔面にボンって当たったことある人いる？ミスって。キャッチするの忘れてボーっとしてボンって投げられてるとき。あれに近い。威力はあんな感じ。16オンスは。だから、ちゃんと顎にピンポイントに当たんないと倒れないっていう感じかな。痛いけど耐えられるっていう。そうだね、勝ったらモテるだろう。そう、星が飛ぶでしょ、グラって真っ暗になるでしょ。エルチャンピンかっこいい、ナーちゃんいらっしゃい、ナーチャンピンさんいらっしゃい、楽しんでってね。対戦相手のワドです。もしよかったらフォローお願いします。デルチャンピン強いよ。嘘行ってみようか。歌舞伎町のドンキ、青山、女の子すごい多いファンが。近所に住んでんの。ね、基本は一緒なんだよね。角度がちょっと違うだけで。だから青山蹴りがいいんだよね。あとね、左のジャブもすごくいいんだよ。いや、もう減量やめましたよ、うん、減量やめましたよ。6キロ落としました。お疲れ様です。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。ドルさんかっこいいし強いしね。あ、やってくれるんならやって。うん、髪の毛染めてくれるなら。アメリカ人はね、かっこいいよ。西洋人だからね、目がいいんだよね、青山。異常に動体視力とか反射神経めちゃめちゃいいの。ドルさん強いっすよ。ドルさん強い。かっこいいね。反射神経いいし運動神経いいよ、本当に。プロボクサー狙えばいいのに、ライセンス取ればいいのにね。取れるよ多分、本当に練習したら。練習しないでこの強さなんだから。シャミさんいらっしゃい。トレさんヘビー級だからね。これがね、手も足も出なかったんだよね。距離長いね。手も足も出なかった。あ、違うわ、この時じゃないわ、これマスだわ。そう、体調悪い時でもそれなりのパフォーマンスできる練習したの。そう、メッサ赤だったんだよ、もともと部分的に、赤と黒だったの。もうもらったら色が落ちちゃってるだけ。ヒカルくんやりづらいっていうか、上手くなってる、すごい。ヒカルくん、すげえ上手くなってる。そのガードの方がいいな、そっちの方が。ライン？
今放送中なんだけど、ちょっと待って。あ、オッケーオッケー。あ、ごめん。解放、大丈夫だわ。髪の毛。髪の毛大丈夫だ。ごめんごめん。ありがとう。うん、ミノアマン、いや、ヒカルくん超上手くなってる。3段階ぐらい上手くなってる。今日はっていうか試合と同じ16オンスですね。あ、タツイコさんどうも、お疲れ様です。ヒカルくん強いね、仕上がってる仕上がってる。ザッザッはい、膝、はい、首相撲はね、3秒ぐらい、うん、あと、タイミングキャッチも1秒ぐらい。あと、シンプル。いや、ヒカルくん、総合の動きじゃなかったよ。立ち技の動きだったよ。あ、ボクシング、殴り合わなければいいと思いますよ。ダイエットにも体にもいいし。うん、いいと思うよ。おすすめですよ。体鍛えると汗流すと気持ちいいし。そうだね。チャンピオンうまく見えてたけど、これドルさんがレベル違ううまさでチャンピオンを引っ張ってる。カメラ回ってるベンドさんうまいよ。もう切られるからね。うまい左パンチが切れてる。さすが配信者。そう、気持ちいい。ちょっと緊張するよ。でもさすが合宿の音が重いね。合宿の成果がチャンチ重いな。メンドさん経験した。お前全然すごいな。キレが違うよ。やっぱドレさん、タツヒコさん、メンドさんは違うよね。どうだろうね、わかんないな。もうあの、まあ、うまいっていうのしかわかんない。メンドさんこれでもだいぶ安いよ。首相撲卑怯じゃなくて、首相撲ルールにあるのよ。首相撲込みのルール。ずるいとかじゃないの。ゴリラ。レンドさん強いっすね。ゴリラ。ドルさんも総合だよ。ドルさんも総合。見た見た、このカードの硬さ。こんばんは、加藤さん。楽しみですね。もしよかったらフォローしてね。軸がぶれない。格闘技やってる人は。体が動かない。体幹が動かない。そうそうそう。体重が乗るんだよね。ないね。軸全くぶれない。ただね、スタミナがない。息上がってる。すごいね。ちょっと一回水入れてもらって、はい、徐々にさ、あと何分あるの？でもね、現役の頃はファイターだった頃60キロとかだったらしいよ。現役の頃60キロだって。配信始めてから激太りしたんだよ。配信外で俺納豆しか食ってないとか嘘ついてたから納豆しか食ってない、そんな体なんねえよやばいよね。でこっからスパーリングです。こっからスパーリング。こっからスパーリングです。
納豆カロリーマイナスカロリーとかそれだけ食うと痩せるしかない。だんだん仕上がってはいるんだけど、もうやっぱりみんなね、あのそれぞれのトレーニングの才能で言ったら一番あるのはテルチャンピンでヒカル君俺だって言ってた。俺が一番体力も技術もセンスもないって言われたの。で青山が一番センスはあるけど練習してなくて、ヒカル君があの一番強い。練習もするしセンスもある。そう、これはね、あの青い左の青コーナーにあのヒカル君のカメラがあるから。ドルさんは今ツイキャスの方喋ってんの。俺は裏側から撮ってんの、うん、別角度で録画用に。これは YouTube に動画アップするから。俺空手経験者って言っても半年ぐらいとか、あの小学校の頃に習い事でやってただけだから、帯も白だし小学生の頃習ってただけよ。もう今日そんな時間ないよ。こんばんは、いらっしゃい、楽しんでってね。光ばっか使ってましたけど、じゃあ光打てるかな。もうだって出るしかいないんだもん。あと配信センスがあるからいい。ありがとう、いい褒め言葉だね。で、1ラウンド目はね、光対デルチャンピン。今日ね、金ちゃんね、油性なんかで体中に本職だよ。予約されちゃって一番嬉しいよ、配信センスはあるよ。優しいよ。そんな理由があるんだ。別にね、落書きされたって練習できる。これはね、今日の、何時ぐらいかな、夜の8時ぐらいかな、うん、これはね、ドルさんのジムじゃないよ。これはレンタルスペースなの。だから AV の撮影とかしてる場所なの。ガチホモがこう、おい、リング上がれっつって殴り合って、こう組み合ってるうちにハーハーしてズボン脱ぎ始めて、フェラチオが始まるっていう、威嚇臭い現場です。威嚇臭い、男らしい、男らしいリングです、ここは。ほのかに男の匂いがね。あ、空手を教えてるの、カノンさん。すげえ。第1ラウンドは光対デルチャンピン。ここはだからまあ練習もそうだけど撮影する場所だよね。あ、ほらよく見るとロープだるんだるんでしょ。ロープだるんだるんの。怪我しないよね。パンチっていうか頭部だけはちょっと気をつけてね。あのお互い側が甘いから。で、膝はね、もうほんと軽く当たるだと思うとこれぐらいはできるから、ね、そうイカリングだよ。テレビの膝出すっていうよ。イカリング出さないと、いつまで出して使えないから。そのタイミングで出さないの。リズムは時間でどれさんがさ、3秒台で。もしよかったらフォローお願いします。じゃあ試合だと1秒相手の足こうやって。テルチャンピンの対戦相手の和道です。続けて試合よろしくお願いします。フォロー。テルは抜ける。これはずいよね。インターバル分かる。抜ける。でもまあ恥かいてなんぼだよ、配信者は。じゃあ次和道と脱出1個で脱出1個2ラウンドで、はい、次レインちゃん。でも動き良かったよ、チャンピン今日。2人ともヘッドケアつけようか。
イカジム所属、そうそうそう。それ一番やってみて、でそうやったらイカジム所属のワード。試合と一緒で。ですね。じゃあまあ知らない人もいらっしゃると思うんで、ステゴロと言ってですね、格闘技祭が行われます。便所太郎さんっていう配信者主催で、格闘技がもうすぐですね、新木場ファーストリングっていうところで行われるんで、もしよかったらこれ見に来てください。合同練習です今日は。ステゴロと言います。便所太郎フェイスボリューム1ステゴロインターネット配信者格闘技祭、石川紀之さんとか桃奈々とかナーボーとか新野鳥とかね、いろんな有名配信者も来るし芸能人も来るし、みんなで戦います。よろしくお願いします。はい、続きいきましょう。ポチッとチケットはもう立ち見席で300席完売です。出る出ないに関しては俺もよくわかんないな。うちはねリプ OK なんで、リプ金じゃないんで、リプしたい人はバンバンリプして構いません。うん、もしよかったら格闘技好きな人も格闘技嫌いな人も、ぜひ応援よろしくお願いします。僕は普段雑談とか旅とかいろんな配信やってます。女子はね相撲です。競技は女の子は2分です。はい、押せ押せ押せ、押して回る、そうそうそう、回る、いやいや本気ですよ。優勝者はない、優勝とかなくて1試合しかやらないんで、勝った方にはメダルと賞金が出ます。勝った方はメダルと賞金が出る。だから台本なしやらせなしですよ、本気ですよ。まあ今の見たら分かったと思うけど、練習でこのテンションだからね。でも光もカウンター入ってんだから全然あれビビることはできないんだ。練習でこのテンション、前のいい角度で当たってんだから。もちろんつけますよ、こんばんは。まあ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 。今までさ、今までさ、めちゃくちゃ有効だぞ。くっつかれた時にこうやって話すと心がなんもないな。今の膝いいね。今のもも膝いいね。一回油断しててやられちゃうぞ。集中しろ。前だったらあんまですか？喧嘩だよね。ナイスオーナイスオー、そこでカードだぞ、てんちゃん、そこでカード。まあ、喧嘩だよ。ボディ入れて、そうそう、ボディ入れて、ボディ入れて、話したらホールディングダメだ、ホールディングダメ。いや、まあ、真剣にやってますよ。もうそれ突き放すんじゃなくて、ボディどこに入れて。うん、30秒いいね、入った。顔振りましょう、顔振って、顔振って顔振って、顔振って、ステップ踏んで、あ、アメリカで笑っちゃうな。痛いっすよ。待て待て。よしよし。オッケーです。二人とも足が痛くない？全然大丈夫。今ぐらいでも大丈夫そう？あ、全然大丈夫です。
ジャンキーは首相撲されたときにこうやって感想です。こうやって首相撲されたんですか。初飛行2回。はい、インターバル1分で。目型の巨人。目型の巨人って強いじゃん。俺のイメージは目型の巨人だから。俺だよこれは。あの格好見なんてただの喧嘩なんだよ。何してんだ技術中この野郎。お前らに喧嘩見せてやるからやだ。これは格闘技のメーカーだよ。この服は格闘技のメーカー。準備できたら OK 言ってください。OK です。いや熱くなるとやっぱこうなるんだよ。お願いします。手ではな少しあの蹴ってやってくれ。もうちょい抜こうな。抜いてやってみよう。はい、あ、そうやって待ったら来るんだぞ。行かなきゃ自分から。そう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 、自分から行かなきゃな。そう。お前攻撃する限りはやられないんだ。生では迫力あるだろうね。狭い会場だから。狭い会場だからね。やっぱ動画で見ると分かりますよね。その日どう動いてたか。だから貴重な、だからちゃんと撮りたいんだよね。お腹のところ動物は描いてないよ。絵は描いてない。なんか柄だね。ワードは行っていいんだよ。ワードガンガン行け。お前手加減する余裕なんかねえんだよ。30秒。よし。ピンクの人は地下格闘技25戦出てるから強いよ。経験者4年ぐらいやってた、うん、あ、お疲れ様です。免状さんお疲れっす。ねえ楽しみだよね。みんなで盛り上げよう。みんなの捨て頃だからさ、みんなで盛り上げよう。免状さんもスパーリング今日やったよ。ねえみんなでさ、いい思い出作ろう。いや超痛いっすよ。免状行っただけ返すから。免状さんだ。いやー寝れなくなるの分かるでしょう、怖くて。毎日毎日殴られる夢だよ。毎日毎日殴られる夢。ゴリラっすね完全に。壊れる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 。リング壊れる、リング壊れる。暴れない暴れない。しかもさ面白いのがさ、これね面白いのが、あのこれマジネタかなと思ったんだけど、後ろでバナナ食べてたからね。これあの試合よく見るとさっきの練習中、後ろの方に便所さんいてバナナむしゃむしゃ2本ぐらい食ってんのよ。本当にただのゴリラだったからね。まあ対抗してちょっとスピード一気して、でもまあ技術は一流の。技術は一流だから。うめえ。このゴリラできるって。このゴリラ強えぞ。ジャブキレッキレなの。普通に強えから。ゴリラかっけえ。ゴリラ強えな。プレッシャーめちゃめちゃかけてくるから。うまいよね。青春だね。いや超うまいよ弁当さん。ピーカブーだよ、うん、うまいよね。ついっこ、まあ、何やってんだよ。お前もっとそいつダウンだ、ダウンダウン。フリッカーに切り替えた。
もうスピードの正面が正面だ。いやだってもう経験者だもん。あと何秒？ただねスタミナがないんだよ。30秒。まああのね巨体だからね。めちゃめちゃ誰よりも強くて誰よりもうまいのにスタミナが絶望的にない。そう。最初の1分半ぐらいは最強なんだ。全部止まっちゃったの。半分長いよね。そう短期決戦型だから。さすがやっぱカメラマンと違うな。いや強いよね、かっこいいよね。帰りにね、肘を教わって帰って、こんなのいじめだよね。そうだよね、階級差がありすぎるよね。無茶言うなよって、ドレさんとかベンゾさんとスパー組まされる身にもなってみろよって感じだよ。あの、スパイはベンゾとボクシングやってる。あ、ボクシングの大事だからね。いやー、これ息切れますよ、3分間本気で動いたら。鉄拳見てるみたいだね。タミヤの電池、あ、一番いいやつです。素人が3分全力で動けたら、そうですよね。30分、そんな感じですよね。ガゼインさんは多分やってる人っすね。笑えないから、本当に。マジ笑えないよ。タツイコさんなんか、前回も前々回も吐いてたからね、トイレで。トイレでグワーッつって入ってたから。倒れない。はい。いただきます。練習してなかったらもう吐いてるよ。まだこれ最後でいいぞ。これがボロボロだと何もできなかった。ダメ、そのまっすぐさないから。何にもできなかったね。超強くなってた。いや、これはね、もう本当にやばかった。何もできなかった。カル君がプレッシャーの超強くセコンドもう決まっちゃってるんですよ。背中向けないとかないぞお前。振って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 。そんなそんな展開ないよ。相手が出す来ないから打て振って振って。そうないぞ。振って振って。頭を打って、頭を打って、頭を打って。いい、相手は何もしないで、いけいけいけ、膝いけ、膝。3秒。いや、すげえ強くなって、何もできなかったね。はい、残り時間1分。マジで何もできなかった。あれ、全部力持ってるもん。おやろ、いけ。いや、優しいじゃなくて、本当に何もできなかったんで、強くて。あれ、いけ。カル君すげえ強くなってた。前はね勝てるかもっていう時あったんだけど、隙がね今。まっすぐ30秒。組んで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 。あれ、そうそういうポジションない。後ろから抱きつくのない。あとカウンターが怖いのは打った後ガードしてない。ガードの上から叩かれてそんなにしてない。打ってガード。いや、ヒカル君プロじゃないよ。そうっすね、打たれ慣れていかないダメっすね。いや、ファイターに切り替わったんだよね。こんなガンガン来るタイプじゃなかったのに、この1週間で進化した。だからびっくりした。面食らったのもあるし、ほんと強かった今日のヒカル君。いや、なんかやり慣れてた相手のファイトスタイルが変わったからびっくりした。面食らったって感じ。激アツさんいらっしゃい。ヒカル君強くなってるよ、もう2段3段この1週間で。プロじゃないよ、素人だよ。ヒカル君は3ヶ月ぐらいじゃん、習い始めて。
や、わかんなかった。何していいかわかんなかった、本当に。っていうかね、あの、伝わらないかもしれないけど、ヒカルくんが使ってなかった技が3つ4つ増えてたの。防御の。パリングって言うんだけど、あの、パンチを打ち払ってきたりとか、なんかね、こう、なんつうの、基礎の技やらなかったの。なんかパンチバカバカ入ったのに入らなくなってきたんだよね。変化でタイミングがあってもう詰まなくて、あ、そんな展開ないんだから、もう相手がこう頭に入ってきてる時に、はい、そう、アウトボクサーだったんですよね。いきなりインファイターに変わったからびっくりした。あ、すごかった、綺麗でしたよ、ナジーム・ハメド。あつひこさん本気出したらやばいよ。後で映るけど、もう超痛え、もうすねいかれたわ俺。いただきます。いや、ヘタレ呼ばわりされてっていうか、もう戦ってる時はきなんていうの、そういう状態じゃない。うるせえなと思った。このじいさんうるせえな。うん、俺の試合の時だけ声上げるからさ。まあ、素人同士だからね。そうっすね、左のインローからのコンビネーション、コンビネーションっていうか、もう一発パンチ打てないともったいないですよね。でも怖がらない人は仕方不登下の人登場頻度、そうっすね、やっぱ俺とテレチャンピンができないから、そうなんだよ、一番大変な役割だよ。青山しかも膝を入れてくるんだよね、ももに。これいい技を教わってるよ。もうあとそんなにないぞ。これはいい技を教わってる。気持ち強いっすね、チャンピン。体細いけど才能が。もう一くらい作れ、30秒、もう一くらい作れ、倒せ、はい、ナイス、はい。練習全然やってないのに、こんだけ動けるからね。はい、ナイス、ナイス、これ痛いわ。伸びるんだよね、左が。そう、リーチ長いんだよ。はい、あと10秒。ほら、こいつが練習してたらもう勝ち目なかったよね。そうですね、引き際とか、まあ、打ち終わり必ず入れるっていうのね。ぐいぐい来るよ、気持ち強いし。すごいよね、最後の神ディフェンスが。ドルさんお疲れっす。練習してないから勝ち目あり、もちろんあの勝ち目がない試合はやらないっすよ。必死でやってますよ、僕も。それなりに。ただまあ、勝機があるとしても、今の現時点では3割とか2割だろうな。俺が勝つ可能性2割3割だと思うけど、俺はその2割3割にかけます。穴から縫ってから正確に打たれたの。あ、そうなんだ。カノンちゃんが教えたんだ。いい技だね。あれはすげえいい技だと思う。まあ今見れたから、研究できるから、よかったよ。ドルさんはね、あの総合格闘技25年やってて、うるせえじじいでごめんなさいね。あの、なんだろう、ドルさんは総合格闘技25年のキャリアがあって、あの有名なのヒクソン・グレイシーと船木っているでしょ、試合やったでしょ、船木さんとヒクソン・グレイシー。ヒクソン・グレイシーに交渉してたのがあのドルさん、通訳で試合のルールとか決めたり、対戦選手決めたり。だから桜庭とあのヒクソン・グレイシーが戦うのを交渉してたのもドレさん。だからヒカルさん、じっとしてたら的になっちゃう。頭くったりして動かない。圧力はね、出えへんね。はい、ワード2、亀尾さんお疲れっす。ヒカル君いいの一発入れてたかんね。
マジでグラッと来てたよ。左フック見てて、ヒカルくんの左フック。目をつぶるな。マジでね、グラッとくるんだよ。動かないと、じっとしてたらない、動け、動け。すごいよ。どうせ、光るの違う。そう、そうやったしったら、そう。光るいいぞ、いいぞ。そうですね、一枚。おぉ、いい、うまい。それでいいんだ、光る。自分だけ打ったらすぐ動け。自分だけ打ったらすぐ動け。これすごいな。それでいいんだ。この巨体を揺らがすんだもんな。そうそうやったしつかい。そう今日のベストパンチ。光るいいぞ。そうですね、一枚。おぉ、いい、うまい。それでいいんだ、光る。自分だけ打ったらすぐ動け。そう、ナイス。自分だけ打ったらすぐ動け。すげえな。グローブ16オンス。動け、横に動け。16オンスでこの体格差でグラッとさせるってよっぽどだからね。これすごい才能だからね。これいくら油断してたとは言っても、この体格差で左のストレートかな、フックか分かんないけど、これはすごいからね。あのもうベストパンチだと思うよ今日の。左フックがテンプル。え、アホじゃなくてテンプルで揺らしたんすか。強っ。これはすごい。これはすごいな。そうそう、10オンスとかなら言ってたかもしれないですね。ちょっとお前らさ、600人見ててさ、アイテムちょっとぐらい投げてくれよ。こんだけ体張ってんだから頼むよ。アイテムゼロってすげえな。逆に1時間放送して600人見ててアイテムゼロかよ。俺頼むよ、体張ってんだから。自分だけ打ったらすぐ。シャレになんねえわ。そう、サイドにずれる。カル君動きいいよね。はい。打ち来るぞ。一発重いの来るぞ。カウンター狙ってる。最後カウンター狙ってんだ、右。右だけ警戒しろ、右だけ。はい。はい、まあ。最初どうなるかと思ったけど、まあ。ありがとうございます。頼むよ、延長もできねえよ。レンドさんは技術と体力と、あれはもう1回ずつ。いや、あとやりたいしといたら。俺やりたいっす。すごいよね。お前だ。失礼しね。まあそうっすよね。打たせてっていう感じですもんね。フットワークもウィービングもしてなかった。うん、いや、それでもすごいと思うよ。それでもすごいと思う。正直。あの、打たせてるの分かってるけど、それが油断したっていう表現だったんだけど、それでも俺、あのパンチ打てるかって、グラッとさせられるかって言ったら無理だもん。うん、まあもちろん、ありがとう、ゆりえちゃん、花火ありがとう。ありがとうございます。それでも、本気でやると、すごいよ。ありがとうございます、花火。あれでいい。まあ根性大事ですね、レンさん。言う通りで。気持ちいい、スタミナ、技術だ。気持ちいい、スタミナ、技術。花火ありがとう、カブニート。あれ、カブニート初花火じゃない？ありがとう。カブニートから初めて花火もらったわ。ありがとう。初アイテムかな、カブニートからは。和道さんの強敵。いや、俺、青山としかやらないから。俺より強いやつとしか俺やってない。俺より弱いやつやったのは、荒野とだけだから。カウンターでグラスた。荒野としかやってない。ちょっとあれは、こじめた。心技体、気持ち、テクニック、体力。なるほど。
じゃあ行きます。あ、大きいってな。まず危ないことないんだぞ。落ち着いて。もういい、普通だよ、普通に。こいつはもう技術うんぬんじゃない。気持ちいいからな。足踏んだらダメよ。そうだね、礼儀大事だな。礼儀大事。ああいう時に試合だから、やる冷静なのに。熱くなっちゃうと、無駄に。プリケツのワードだよ、プリケツのワード。お尻プリンプリンだから。あ、ありがとうズワイガニさん。ありがとう。まあ、蹴りもダメージ残んないな。はい。あの、走らせて。速いのはいいけど、まあ、ダメージ残んない。ナイスト。ウェイ。ウェイ。これだ。これでスネ壊れたんだ。今のだ。ちょっと待って、確認させて。あのね、スネ壊れたんだよ、また。今の膝入ってるな、多分。ちょっと、ああ、ありがとう、ゆうゆうありがとう。あのね、右膝またね、バキって言ったんだけど、3発目だ、多分。まあ、蹴りもダメージ残んないな。3発目だ。膝入ってる。右足の蹴りね、右足の蹴り。これは、大丈夫なんだよ。この次？この次の、あ、これだ。これで壊れたんだ、多分。すげえ痛かった。その金俺にくれ。こっちのためにならないぞ、出したら。そんな展開ないんだ。あ、いい、服や。ダメだな、大振りダメだな。フックするときに反対のだよ、ガードあると。これか。もったいないな、今のコンパクトに打てばよかった。もったいねえ、今の当てられてたのに。あんなの右で、右で倒されてんだぜ、今右で止めてもらったんで、ガードガチャガチャ。そうっすね、ガードっすね、やっぱり。わかるわかるよ。ブレッジブレッジ、今疲れて疲れて、いけ、もうこっち向けないから、いけ、いけ、ワード、いけ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 、バカ。あーもう行けよ。関係ねえから最後は行けばよかったのに。今ちょっと早いけどみんな上がっちゃったから今日終わりだ。あとじゃあ便所になんか技術的なこと聞きたい人とか、便所からじゃあプロデューサーからなんか一人一人。はい、ということで今日の練習の分は終わりました。もし、他の人の見たかったら、リクエストがあれば、じゃあ、こっからは、リクエストタイムにしましょうか。リクエストタイムです。なんかね、誰の動画が見たいとか言ってくれたら、流しますので、もしリクエストがあれば、誰でもいいですよ。もったいなかったな。この後だぞ、面白いのは。あ、わかりました。はい。この後面白いんだ。まあ、みんな、中入ったよ。ちょっと中入って。ナジーム。ヘルチャンピン、ヘルチャンピンのやつは、もう流したけど。ヘルチャンピン。ヘルチャンピンのやつが見たい、みんな。前の日のやつとかにする？じゃあ。別の日のテルチャンピンにする？上げた方がいい。あ、でもこうなってるから顎開いてんの、相手の方にじゃん。そこを構えて構えて、いつもこの構えて、そうするとポンとこう当てられる。何もちょっと上上がってこう顎引いてたら顎が引く。でも目はこっから試合ないよ。別の日のテルチャンピン、オッケーオッケー、わかった。挨拶後のオッケーオッケーです。あ、プロレスね。プロレスはどこだっけ。終わった後のプロレスはどこだったかな。あ、これだ。これだ。もう始まった。おお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 お
あり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 あー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 これが慣れ合いだはい、はい、慣れ合いこれが慣れ合いだはい、はい、茶番はい、慣れ合い何回ね、総合試合とかもね面白いもしやるじゃん、まあ、面白かったね面白かった見る人が寝技を面白いっすね分かってないで見ると一番いいのは自分の寝技見せる本当そうだよ本当はなんか寝技ないのそうそうアメリカ人やるべきだよ次やるさ俺とか例えば俺とかどれさんかもよ抱き合ってたちょっと待って、ちょっと待って。アメリカ人さ、アメリカ人の素顔出ちゃってるじゃん。アメリカ人の素顔さ、カメラが回ってないと思って。寺門ジモンみたいな顔出ちゃってるじゃん。大丈夫これ、流して。寺門ジモンが映っちゃってるけど、大丈夫まあ、いっか。どう思うの寺門ジモンなの。お風呂の曲。うん。完全に映っちゃってる。もうマジテラなんでなんで耐えられてるんだいやいやしげろいやもうまあ、入ってる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 入ってまあ別の動画にしましょうか。じゃあですね、リクエストにあったので、テレチャンピンの試合が見たいと。テレチャンピンがいたのはいつだったかな、こっちか。じゃあ行きます。テレチャンピン、テレチャンピン、テレチャンピン。テレチャンピンはどこじゃろうな。テレチャンピン。なんだこれ。テルチャンピン。テルチャンピンどこだ。テルチャンピン出てこねえな、なかなか。ちょっと待ってね。あ、これか。はい。じゃあお楽しみください。リクエストのテルチャンピン VS ヒカルくん。うん。お楽しみください。徐々にあのパワーは入れないけどコンビネーションで蹴りとか打ち分けたり蹴りも試合迫ってきたねだいぶねもうナーバスですよ僕は結構ちょっとヘッドギアつけてやるあ、わかりましたあのもしあのこういう全部見たい人がいたらあのか飛ばしじゃなくて全試合見たい人がいたら僕の YouTube の URL あの下に書いてあるんでチャンネル登録って書いてある僕の YouTube なんで僕の YouTube チャンネル登録すると見れるんでよろしくお願いしますドレさんのやつも流そうかじゃあ、うん、おい胸かれていけそうそうナイスいいパンツじゃないかおいもういいじゃないかおシャマジロウさんだワードツェイスいやーちょっとシャマジロウさんやめてくださいよチャンピン強くなってるんですけどチャンピンが確実になんか技を覚えていってやりづらいっすよ勘弁してくださいよええやんけ今日動き良かったっすよチャンピンこれは今日じゃないけど
や痛いっすよ、痛いっすよ、ナイス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 もうお前の扱い考えるわ今度から。あの落ち着いた感じにポーズ。タバコ？タバコとかないから試合に。ないから。あと何分？残り1分5秒。まだあんの？これ3回あんだぞ。残り1分。いや、チャンピンも強いよ、普通に。よし、行こう！ブレイク、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 もう5秒しか組めないと思った方がいい。そうっすね。めちゃめちゃ狭いっすね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、おい！はい。はいはい、テルチャンピンかっこいいかっこいい、はいかっこいいかっこいい。じゃあ次行きます。ドレさんとヒカルくん、ドレさん、タツヒコさんの方が面白いかな。タツヒコさんとドレさんで行こうか。タツヒコドレ、あれタツヒコドレはタチュドレが面白いんだよ。タチュドレどこだろう。タチュドレ、タチュドレ、タチュドレ、ちょっと待って、あった。タチュドレ見よう。今。いやいやいや。いやちょっと聞いたよ。聞いた。ちょっと聞いた。ちょっと聞いた。グラフィックで変わった。あれも盛り上がってたよ。飛ばすんじゃないでしょ。ドレさん。ドレさん飛ばしてないでしょ今。ドレさんの一番かっこ、あじゃあ一番かっこ悪いやつ見せようかな本当に。もう頭きたからドレさんのかっこ悪い特集やろう。印象操作しよう、YouTube で。あの、ドレさんが吠えてるところだけ集めて、総集編の動画今度流そう。今、かっこいいところ見せようと思ったのに。あれ、はい、それ、最後のパンチが、これで終わり。ドレさん、ラオウみたいな体だよ、ラオウ。なんか、最初会った時、ケンシロウだったんだけど、なんか、またでかくなってる。うん、ラオウだよ、ラオウ。これ見応えあるよ。あれ面白かったね。聞いてきたっていう。重っ。いやこれ達彦さん本気だよ、見てたらわかるよ、うん、ちょっと危なかったもんこれ、
強っ。緊張感ある。会長とどれ、まあ、ちょっと見たいけど、このプロ同士ね。うまっ。今3400人ぐらい見てますよ。やりたい。うまっ。うわ、返した。すげえな、こっから返すんだもんな。残り1分。どんだけコンビネーション続くんだよ。8コンビネーションぐらいやってたよね。遠いもんな、うん、が届かない。遠いな、後ろにのけぞったら届かない、うん、すごいね。早っ、辰彦さん早っ。うわ、入った、うん、うめえ。よし、頑張った。顎が高いのは練習。いや、これこのスタイルらしいですよ。10秒。フリッカーだからじゃないですか。安住さん、手出しても最後10秒、うん、よし、ナイス。いや、普通に強いよ、タツヒコさん。もう一発。はい、よっしゃ。よし、じゃあ次はちょっと俺もカッコつけたいから、俺の一番カッコいいシーンね。俺の一番カッコいいシーン今から見せます。はい、お前ら震えるなよ。超カッコいい。あ、切ってけ。うん、めっちゃカッコいいだろ。まあ今テルチャンピンの囲いが全部俺の囲いに変わった瞬間ね。カッコいいだろう。なあ、カッコいいだろう。もう一回見る、もう一回見ようか。これ俺のハイライトだ。あ、切ってけ。かっこいいだろう。ちょっと待って、もう一回見よう、もう一回見よう。これ何度見てもかっこいいだったら、もうあれだぞ、やられちゃうぞ、うん、攻撃出さないと。金敵がもろ入った。強くじゃない、強くじゃない、うん、足動かして。ガンギでやばいな。まあ、相手も強く来るぞ、前強ければ。会長とやったことあるけど、会長めちゃめちゃ強いからね。疲れ減られたら逃げるし、ポンチ抜いてやって。うまっ。めちゃめちゃうめえな、会長。早っ。早っ。早えな。なんだ今の蹴り。あ、作れてもいいから反応しないと。あ、切ってけ。あ、最高。これがね、修行の成果ですよ。あと誰あるかな。これはさっき見たもんね。誰か、あ、ヒカルくんと会長もやってるし、ドレさんとヒカルくん見ようか。ドレさんとヒカルくんね、うん、ナイスナイスナイス。あれ、ごめん、ずれてるな。ちょっと待って、ずれてたね、ごめん、直します。おい、ポチッとな。よいしょ、これくらいかな。よいしょ、これで OK かな。あ、そばっと行きましょうか。じゃあドレさんからちょっと、あの俺のかっこいいとこ流せっていう、走ろう、ちょっと。ソバット、誰との試合でしたっけ、ソバット出したの。ソバット誰だったっけ。ドレさんがソバット、あ、達彦さんだ。ドレさんと達彦さん、ドレさんと達彦さん、誰だ。どれ、あ、これかな、これヒカル君と。ソバット出したのどれでしたっけ、ドレさん。達彦さんとドレさんでしたっけ。確かそうっすよね、ソバット出したの。そば、はい、あ、こうやバーサスワードを見てみようか。こうやバーサス、わあ、当時がもう湧いてる。いや、録画っていうか YouTube にあの動画上がってるから、俺の YouTube 見てみて、チャンネル下に URL 貼ってあるでしょ。そしたらノーカット版で俺の
解説入ってないバージョンが見れるから。YouTube に上げてあるよ、全部。誰も助けてくんないと。俺のあの、俺のチャンネルトップページ行ったら見れるはず。こうや。本気で行くよ、お前。殺されちゃうぞ。はい。よし、じゃあ行きますよ、皆さん。あ、こうや、気合入ってたよ。皆さん、じゃあ、よーい、スタート。おおおおおおおいいぞ、おいおおおお。変なの映った、変なのばっかりじゃねえかよ。変なのしか映ってねえよ、最初から。マジで、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 全員変なの。こいつ、こんちゃんあるぞ。おお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 ガッツあったよね。おお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 本気だったかんね。何秒？何秒？今1分20秒。ねえ、こうや頑張ってたよ。かっこよかったよ。2分半でよくない？まあ一応2分にしたんで。まあでも、ガタイこんだけ違うのに飛び込んできたかんね、本気で。結構背中入ってる、大丈夫か？はい、ラスト1分。ラスト1分いきますよ。おやのキックはもう次の日病院行くレベルだね。おお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 お頑張れ。行くぞ。残り20秒。集中しろ、こうや。集中しろ、集中しろ、うん、ラスト、集中しろ。頑張れ、構えろ、構えろ。やられても行け、行け、やられても行け。ラスト10秒。7、6、5、4、3、2、1。ナイス、ナイスガッツだよ、こうや。これだ。ローリングソバット行きまーす。ローリングソバット、これだ。うん、多分これで回転系ローリングソバットが出る。ねえ、勇気出してね。勇気出したのか舐められたのかは分かんないけど、うん、いやー怖かったと思うよ、こうや。でも2分間本気で戦ったかんね。変なのが映ったのどの辺？いや、まあ変なのしか映ってないから、さっきから言ってるけど、全員変なのでしょ、こんなの。じゃあ始めます。スタート。はい。見応えあるよな。やってる人の戦いは見応えあるわ、うん、全然動き違うもんな。便所さんもそうだけど、会長とか、うん、かっこいいよね、真剣な顔が、手こきジム、手こきジムで頑張ってきた。行っちゃうぞ、カットしないと。手こきジム所属、マグロイカ太郎つって。はい、残り1分。こう、まあ技術ですね。行っちゃうぞ。うわ、うわ、いってー。あんなの食らいたくねえ。あ、来た、ローリングソバットからのワンツー、ワンツー、ローリングソバットからのワンツー。うわ、いって、いって、いって、ミドル。うわ、イメージしたくねえ。いって、今の
俺だったら悶絶してたわ。達彦さんには容赦しないんだよな、ドレさんなんか知んないけど思いっきり行くんだよな残り10秒、入ったね、思いっきり綺麗に入ったね。あれは痛いよ。しかも今の時間差のローキックがすごいかんね。あれ時間差でドレさんやったことあるの分かるけど、パンチも全部フェイント入れて時間差なの。これ見てて、ほらこうやって、これすげえやらしいよ。こういうね、なんかね、いやらしいうまい技いっぱいあんのよ。ドレさんすごいよ、ほんとにスケベだよこれ。ほら時間差でしょ、今のも振りか、足上げてから振りかぶるまで時間差があるんだよ。ほら嫌なんだよ。まあなんかこれこれバーン、うまいうまい。じゃあもう一回俺のかっこいいところ見る、俺の金的のところもう一回見る、見ない、もういい、大丈夫。誰があるかな、これ。俺のも、ちょっと確認させて、俺も。あんまりふざけてばっかりいると、あの、反省会になんないから。おはようございます。強いよね。くるくる、くるくると思わせる。くるくるフェイントだよ。満足しました。股関節ずれた。達彦さん、達彦さんの扱いがね。もうちょっと言って、達彦さん選手じゃないのに一番スパーやらされてるからね。うん、今日の便所と光る。あ、いいよ。いいよ。じゃあそれ見ようか。俺はこれいつでも見れるから。じゃあ便所さんと光るの方、光るくんの方行きます。あ、こっちだね。俺と達彦とやるんだ。達彦はいいか。ちょっと待って。ちょっと待って、一回セッティングし直すわ。強さは自分でお前がやるのと同じぐらい返すから、もう今日はもうガチガチやりたくないなと思ったら、それでやると向こうは同じで返すから。これくらいかな。行こう。誰と誰だっけ？誰だっけ？誰と誰っつったっけ？今日の便所と光る。今日の便所と光る。ああ、あの、ぐらっと来たやつ。今日の便所と光る。便所光るか。あ、違う、達彦さんだな。便所光る。便所光る。便所光るとこだ。これだ。これだね。じゃあ行きまーす。OK でしょうか。いいですか。いいですか。いきまーす。はい、行きまーす。ちょっとな、勝手が違うけど。なんだひかるさん、じっとしてたら的になっちゃう。頭振ったりして動かない。圧力はね、まあまあ全然全然、みんなが見たいの見せるのが配信者だから。俺はいつでもプライベートで見れるから。目つぶんない、目つぶんない、絶対目つぶんない。目をつぶるな。打たれた時に動かないと、じっとしてたら動け、動けすごいよ。そうそうそう、そうやったら失礼。そう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 、光るいいぞ、光るいいぞ、いいぞ。そうそう、一番いいぞ。おー、いい、いい、うまい、うまい、それでいいぜ、光る。自分だけ打ったらすぐ動け。そう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 、うまい。おー、自分だけ打ったらすぐ動け。それでいいんだ、おでこも痛いけど倒れはしない。おでこは怖いのは怖い、痛いし、それ痛いです。自分だけ打ったらすぐサイドに逃げろ。そう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 、首が痛くなるんだ。いいぞ、打ち上げ打ち上げ、ナイス、避けろ避けろ、すぐ、そう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 、いいしいいしいいし、そう、ヒカル、うまいうまい、うまいうまいぞ、ヒカル、打ち上げ打ち上げ、ナイスか、ナイスか、サイドサイドサイド、何秒打って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 
モグラ叩きとか言うの。じっとしてるな。打ち終わったらよけろ。さあ、最後に詰めろ。いや、太郎さん、打たせてるんだよ。カウンター狙いよ。カウンター最後カウンター狙ってんだよ、ビジ。右足警戒しろ。そうだね、便所太郎さんは技術あるから先生向きだよ。ただね、あれだよ、まあちょっと打たせてやろうかって思ったら、ヒカルくんが思いのほか強かったんだよ、多分。あれっていう。まあ大丈夫でしょう、体格差で。で、便所さん思って、打たせてやるかって思って、パンチ目鳴らそうと思ってたら、ヒカルくんが思いのほか強くなってたんだよ。多分そういうノリだと思うよ、今日のは。あれみたいな。こいつパンチ重いな、みたいな。予想外の展開だったんでしょう、多分。うん、待って待って待って、わざと打たせてるよ。それはヒカル君も分かってるよ。格闘技やってる人が見たら、あ、便所さんは打たせてるんだっていう。今ぐらいでも大丈夫そう。あ、全然大丈夫です。ジャンキーはリズムを下げた時にこうやって反応ですか。リズムを下げますか。じゃあインターバル1分で1分。便所さん伸ばすのうまいと思う。これでもだいぶ腹引っ込んだんだけどね。もうかっこいいなんてただの喧嘩なんだよ。何してんだ技術中この野郎。おめえらに喧嘩ミスやるからやだ。そうそう、目型の巨人ね。目型の巨人。2分です。はい、お願いします。蹴りはな、少し、あの、蹴ってやってくれ。これ重かったな。もうちょい抜こうな。もう抜いてやってくれ。はい。わざわざ座って待ったら来るんだぞ。行かなきゃ自分から。そう、自分から行かなきゃ。そう、お前攻撃する限りはやられないんだどうなんだろうね、うん、30秒、はい、30秒よし。画面されてるに決まってるじゃん。当たり前でしょうか。そんな誰が見てもわかるでしょ。俺のこと殺す気か。自分たちハンバーグやる。武道東先輩久しぶり、いらっしゃい。そう、一発ね、カウンターで食らせた。出てきたらやってください。ちょっとあれは整えた。はい、いただきます。あ、動きいけな。まず当てることないんだぞ。落ち着いて。怖かったな。もういい、普通だよ、普通に。こいつはもう技術うんぬんじゃない。
ほんま多分どうだろうね、わかんないな。いやーこうなんかフェイントとかね難しいよ、わかんないよ。パンチの打ち方もわかんねえんだから。あそう。ダメだな。ダメですよ、怒んないよ。はい。あの、走らせて。早いのはいいけど。まあ、ダメですよ。ナイスト。おい。おい。あ。はい、いっか。いって。ダメだ、助け。こっちのためにならないぞ、出したら。そんな展開ないんだ。おい、いくよ。あ、金髪の見たい。オッケーオッケー、ジュリさん了解です。見まくってるよ。うん、3時間も4時間も見てるわ。寝てる時もずっと流してるし。もったいねえな、ここもったいねえな。じゃあ金梅さんのか。金梅先生はこれかな。金梅さん、金梅さん、金梅さんはどれ。金梅さんどれこれか。スパイン形式の攻撃の練習ね。イメトレスめっちゃ大、なんか練習のモチベーションにもなりますね。あと走る、走りを今から走り行こうとか。金梅さんだね。おお、金魚、こんばんは、いらっしゃい。倒れないよ、そんなに。遠慮したいでいいんだよ。そうそうそう。金梅さんは頭がでかすぎてヘッドギアリアルに入らなかった。本当に頭がでかすぎてガチで入らなかった。マジマジ。そうそう、ナイス。1分経過。えい。何もしてない、なんでロケットに。おい。おい。ミドルキック。ミドルキック。ミドル。おい。か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 い。ちい。そう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 、すごい感度。金梅さんなんかね、フォームが綺麗なんだよね、うん、ただなんか人のことを強く殴れないっていう。人のことを強く殴れないの。殴る癖をつけてる今。どれくらいの力でやっていいかわかんない金梅さん、だからスパーリングにならない。そう、優しいんだよめちゃめちゃあの人。倒せないよ、行ってこい。残り30秒、しっかり行ってこい。倒すつもりです。からロッキー、パンチからパンチからロッキー。ヒカル君とやった時は結構ガチでやったな。えい、ナイスロー。えい、
あ、花火ありがとう、とこめさん。花火ありがとう。ヒカルくんとやってるやつ見ようか。その時にはもうちょっと慣れてたから。ヒカルくん、ヒカルくん、ヒカルくん、ヒカルくんと金梅さん。あ、ちょっと俺のも見せて。思い出したい。よっしゃ。回転ね、パンチの強さで。ちょっとごめんね。ちょっと3分だけ見せてこれ。始めます。よし。お願いします。うまい。そうそうそう。今、今。あとはどっかのタイミングで切り込んでいかないと、もう主戦一本になるぞ。はい。喫水の配信マシーン。ああいうのが入っちゃうと、3発で効いちゃう。カットね。あ、ごめんなさい。ちっちゃいんだ。ちっちゃいんで大丈夫です。はい。はい。次、キンちゃんだよ。うまい。うめえな。どういう人はね、経験者な、経験者ですごい強い、ね、まあ素人の動きじゃないよ、うん、経験者は全然変わるよね、やっぱね。これは今日のじゃないです。これは今日のじゃないです。初見さん来てくれてありがとうございます。配信出てください。テルチャンピンとやりますね。青山とやります。当てる練習をしないと。うるせえなこいつ。ナイスの。そこまで踏み込んで当たるよ。今は良かったですよ。今日の見れるよ。まあ、でもいい、まあ、でももう見終わっちゃったからね、全部。今の距離分かったよ。全部見終わっちゃったからね。1分経過。おーって叫ぶやつ。聞いてる聞いてる。
右ストレート当てろ。何回でも出すそれまで打て。パンチ打て、右ストレート。おいおい、ナイスピード。ヒカル君全然上手くなってんな。おい、ナイスストレート。うそ、いけいけいけ。おいおい、よくなってきた、よくなってきた。いや、金梅さん、あの半歩踏み込むようになったら普通に綺麗だよ。ワンツーうまいよ。いいぞ、普通に綺麗なパンチ打つよ。金ちゃんいけ、金ちゃんいけ。最後30。いい形で終わる。ねえ、ローキック重かったよね。金梅さん1本、これ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 。右ストレート、右ストレート。下向くな、下向くな、下向くな。やめて。ラスト。やめてはねえな。俺が叫ぶやつ？これかな？これはまだマスか。ヒカル君ってるから、こっからかな。ん？これは誰だ？深夜町か。ん？深夜町？深夜町戦ってんだ。この辺か。これ、これじゃねえんだ。え？青だ。あれ出た。じゃ、いくよ。はい、行きます。レディースタート。これは2週間前か。2週間前。11分で計算してる。ダメだ、ダメだ。まあ、いいよ、いいよ。ちゃんと計算してる。じゃあもう一回。はい、行きます。すいません。はい。だからもうちょっと行ってよ。あのスピードね。はい。そうそう、それぐらい、それぐらい。目つぶんない。そうそうそう。グローブが大きいんだから、もらわないから、そんなに。そうそうそう。まだちょっと振りすぎ。これフルスイングして。振り向かない。止めない。おい。手からじゃない。手から足までだぞ。見すぎ、見すぎ。行かなきゃ。終わっちゃうぞ。行かないと。ピンクのグローブ光くんだよ。カルテいいっすね。カルクいいっすね。強いっすね。再開します。再開します。しがたくと行こう。さあ倒そう。ケガさせば抜かない。まだ手数出さないで10分は意味がないぞ。おいおい、下向かない、下向かない、下を向くな。お前がやりたくさんだぞ。ゲープは体力返して。おい、いけいけいけ、返せ返せ。こっち行けぞ。レイ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 。黒俺だよ。まだユニフォーム買ってない。これ2週間前の動画ね。で、鼻血が出て止めて、で、次会長。連戦全部。全部連続。これが2ラウンド目。だったらもう、あれだぞ、やられちゃうぞ。攻撃出さないと。足動かして。強くじゃない、強くじゃない。足動かして。マジ、感じてやばいな。もう相手も強く来るぞ、前強くければ。この会長とやったことあるけど。少し抜いてやって、疲れてられた、いける。少し抜いてやって。汗が
すごい。ちょ、反応しないと、くれてもいいから反応しないと。あ、切ってけ。ちょっと待てよ、膝出すだろ。すごいして、もう問題入ったことになったよ。ニットボーさん、ありがとう。ローピック勝ったわけじゃない。止まらないと。マジ痛かったな、これ。これは、だって、これさ、ヒカルくんの時は鼻血出して呼吸できなくなってるじゃん。その後、筋的だぜ、2ラウンド目。鼻血筋的だよ。辛いよ。これ、試合だとどうなる？相手の反則なくなるの？相手がもう、うーって感じだよね。うーっていう。簡単だったな。そうそうそう、ガードの膝に飛び込んじゃった、俺が。5分で回復待って、続行できなかったらこっちの投げだったもんな。だからああいうテンションで行くからこっちも行かさげなくなっちゃう。そう痛い。いやいや、ガッて入ってくるから。ローキック来るなと思ったの、こんな。ガードに入っちゃった、ガード。事故事故。気合が入んのはいいけど、やっぱりあれは練習じゃない。タオル。あ、ありがとう、ニット坊さん。嬉しいよ、頑張るね。弱いけど頑張るよ。こんなルールでもいいんだよ。キックボクシング、ムエタイルールだから。それどころか肘と膝もあるよ。筋的は嫌だね。足揃って、足揃って、足揃って突っ込んじゃったから、はい、足揃ってなくて、これで突っ込んだらあかんみたいな。このでかい勝負で、もう前に出る無理やん。前やったらこれもあるけど、これ刺すと切られるから、こっちで、どれスペシャルですか？ここで脇に。ここも履歴残してたら、こっちで回して、もうそれ以外はごちゃ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 やったら分けられるから、ね、さっきの光の時みたいに、はい、サバ降りたかったらすぐ分けられると、和田さんすぐ分けに来るから、はい、もう取るんだったら今みたいにスッと取って、はい、もうすぐ行かない、膝は、はい、もうあれ相手だって膝は。そうだね、全力でやるよ。これ首相撲取れたらちょっと、ああ、これ膝は打たないけど、いい経験ないなら取っちゃっていいから、これかわしかけますから、あとは膝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 は結構大変スタミナ、そんなぜいぜい言わせてない、このままではないよ、この音ないよ、こうしゃがっ、こう下にこう、もう膝が来るから、これちょっとしながら膝が来る。うん、全力でやります、ありがとう。いや、相手はこれはあの金梅さんのセコンド会長っていうリスナーさんだよ。リスナーさん、対戦相手は座ってジャケット着てる人ね、うん、そうそうそう、あのジャケット着てる、ジージャン着てる人。座った瞬間に入ったらもう死ぬ、2週間もっと戻るから、そんな慌てないで。もしよかったらフォローお願いします。試合頑張ります。そうそう、銀梅さんのセコンド練習すればできるから、今やっぱちょっと時間が空いちゃって、いやいや、血は関係ないよ。うん、頑張らないまでだ、はじさぞお前。いいよ、血も言ったから。ラスト
はい、打たれる、打たれる、打たれる、頑張ります。はい、3分いきます。うん、あのキックとか全部やってます、総合もやってます。うん、もちろん素人じゃないの、動きでわかるよ。これはあのドレさんの言葉なんだけど、あの美しい動きは理にかなってるんだって。だから綺麗だなとか美しいなっていう風に直感的にから見て分かった人っていうのは経験者だよ。あの理にかなった動きはなぜか美しいんだって。うん、コンビネーション出して自分の知ってる技全部出すわ。バックハンドブローで試していいんだ、試す練習だから。まあ今まで運動も一回もしたことないし喧嘩もしたことないしさ、ずっと部屋でニートだったから頑張るよ。ね、3ヶ月必死にさ、みんなが教えてくれてるわけじゃん。それを出すよ。そしたら手出して、手出して内側から。だから近い距離でうろうろしてると捕まるんだ。近い距離で首のものなし、首のものなし、休憩しちゃうから。ありがとう、ガクさん。ありがとう。この解散なんだ、ピーチが多く見られる試合ですよ。しないな、しないな。ねえ、すごいよね、飛びつき。試合の時は技術がいっぱいあるんだよね。休めなんだぞ。もう技術も体力もないから気持ちで行くしかないよね。はいはい、ちょっと待って、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 総合の人が多いね。はい、グロープタッチして終わり。あ、1分半。1分半。残り1分半。いや、でも一番弱いもん。恥ずかしいよ。今日も悔しかったもん。もう1回1分半から。みんな強くなってってる。いきますよ。うん。アメリカ人も死のうとかそんなルールねえだろうな、途中でゴングだよ。ゴングの話で終わりなんだよ。ダメだね、ボディもそんなったらダメ。どうかな、そうかな、カノンさん。ボディもらったら効くんだから。うわっ、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 伸びしろ一番ある。頑張ります。残り30秒。あの根性見せろ、お前。残り30秒。お前そんなもんか、根性見せろ。やった、うん、何やってんだ。これで2ラウンドだよ。これで2ラウンドだよ。こっからもう1ラウンドだよ。素人にあんな持ってる人だ。ボディあんまり…おすごい。え、ちょっと音あげる。ちょっとやめろ。聞いちゃってるから。やめた。始まるんだよ。あと何秒。ハウスフォーも経験になった。すごいやりづらい。ねえ、空手は強いからね、打たれ慣れてるもんね、カノンさん。うん、腹筋やってるよ。ありがとう、秘密基地さん、ありがとう。もう1ラウンドあります。ありがとうね、花火。頑張るよ、当日も。そうだね、鼻血筋的ボディだから。もう地獄だったこの日は。気合で出てきたら黒ない。鼻血筋的ボディ、弱すぎ。走んないと 10% ぐらいです力が。あのボディの練習したんです。試合再開まで10秒。最後の 3分だよ。集中して
試合レベルのボディは一発。途中でギブアップ許さない。対戦相手はテルチャンピンっていう人ですね。強いっすよ。僕が一番弱いっす。多分ね、ローキックがあるからない。ムエタイっぽいとか。ディフェンスしてたら怖くないんだ。ちゃんとあのカバーしとけば。今日のやつ流しますよ、この後。うん。もうちょい待っててください。もう3分。ごめんなさいね、カトゥーンさん。スミンさん、こんばんは。楽しんでってください。そうすると、火力系も。カット練習させて、その、弱ってる時にこそ。これだって、ローズ倒れるもん。一発いいな、当たったら。うん、OK。ちょっとこの後流そうね。この後、じゃあ、流すんで、待っててください。うん、OK、OK。もうね、一周したんだよ。もう一回全部流したの。うん。だから、それで他のやつ見ようってなったのよ。ちょっと待ってて。今多分リスナーさんが入れ替わったんだね。これ終わったら流すよ。うん。素手でやってますもんね、空手はね。うん。もう負けんぞ、これ、ペグに。サンダーアンドロイ、これだったら。頑張りますね、ニトボ、ありがとう。動け、動け。いやー、青春だよね。こんな苦しい思い、スポーツやったことなかったから、なんか、こんなに辛いんだなって、ほんと格闘家の人リスペクトする。どんな競技でも。格闘家はすごい。ちょうど半分だぞ。アルコさん、ありがとう。ラッシュ、何でもいいからもう今日やんなくていいんだ。ラッシュ、ラッシュ、追い込んで追い込んで。頑張ります。バトバトよ。全然全然リスナーさんは好きな選手を応援していいと思いますよ。全然それはリスナーさんがその選ぶんですよ、誰が好きかを。じゃあ今日の流しっぱにします。今日の流しっぱにするね。楽しんでってください。ちょっと俺あのトイレ行ったりとかいろいろしてるんで席外します。ありがとうジュリさん、花火ありがとう。ちょっと俺席外すね。みんなで楽しんでて。それと体力が余ったら俺と遊べてやれ。ちょっとうまうまいからさ、見てるじゃん。でも練習してるのめちゃくちゃうまいぞ。才能ある。あれだけやっとこう、そのいつもバーって打たれて追い込まれちゃうと下にいちゃうから、後ろに押していいんだから押して回るっていうことだった。それだけやっとけば。自分体操終わったら教えて。それだけちょっとスパルやる前に。あと足場内に
リスナーさんで、ボディナミオさんっていう人が、なんか全日本で参加してるんですが、応援しますいやいやいや、人生ばっかりだと思ってボディナミオさんの名前からは強そうだねボディナミオこういうワードさんの役の、お手半のみんなの選手の名前があって結構すごかったわ、ホームラン級のバカだからやっぱニコ生のことさ、持ってるなってニコ生から引っ張ってきたからすごいでも、お手半の名前がすごかったたぶんね、まだね、聞いてると思う。俺、しょうがないけど。いや、しかもちょっと遅れたけど。まあ、大震災、こいつ、関係ないのかな関係ないのかなって言ってめっちゃ人見かかった。あなたには気にするよね。リーチ長いから基本離れてるんだけど、これラッシュされたらガーッと一番追い詰められてるこうなっちゃうと、すぐ膝とか膝とか来るから絶対基本は基本入るの一番入る。あとこういうところにも入るんだね。こういうところに押し込まれるからこれを突き飛ばしてスペース作って投げるでもいいし、投げるバッと蹴ってもいいし、スペース作ったらすぐに体を入れ替えて、とにかくこういう風に詰められるのが一番陣取り合戦なんだよ。ここから半分は前の領土で絶対に相手はこっちに押さなきゃいけない。嫌だったら足使えんだから動き早いの回れば外に今日はだからプッシング使ってみる。本当は反則なんだけど別にいいから言ってたら押したい隙間作ったりあとは多分できるけど、こう取ってるんだけど、打ったらこっちに逃げるから、同じところにいるから、相手も打ち返してるんだから、お前は打つんだけど、打ったらこっちの人にこういうふうに逃げちゃえば、相手は追っかけてもらうんですよね。多分ナチュラルにやってるよ、何も考えない。なんだけど、光とか、わざわざガーッと来ると、ちょっと困っちゃうから。でも結構危ない。下向くの一番膝が来るからね。押す、押す、もう詰めないで押す。足で本当前蹴りできる一番いいんだよ。ガンって入れるのがいいんだけど、それは使ってるんです。
お前はなんだっけ、昨日キースさんの昨日さ、昨日枠で、はい、あ、デンプシロールか、はい、デンプシロールって要はさ、はい、下半身が使えないんですよ、はい、こう踏み、はい、でこう入りながら行っていくのがデンプシロール、はい、これだけだと別にデンプシロールじゃないの、打たないと。ウィービングですよね。ウィービングダッキングですよ、ね。八の字にかきながら打っていく。はい、だから足を、ね、使えない。はい、ってことは、お前が全部しろると、俺はただ思いっきり大きくする。はい、いや、冷たい。冷たくて、で、この辺分かるんですよ。うん、だけど、この辺だと、V で見たら、こういう。打ち方になったんで、だからショートだから短い時は、はいはい、なぜアッパーを打つかっていうと届かないから、はい、手を折り曲げてショートで、はいはい、もうやらないとできない。だ相手も打ってくるから、はい、体も固めてインパイトする。もうこの辺で蹴れるもんなんですか。蹴れない。だからもう一番かなと思って、まあ細かいのある、はい、この位置からの下がるけど、はい、でもそんなの無理、はい、筋的にもあったし今日思いっきり詰めて、うん、うん、対青山もね、想定して、そうっすね、でまあ、実際入んないよね、ショートって難しいからですよね、もう出してみて、ガンガンってちっちゃいやつ、なんかあの、僕、腕有利だと思ったんですよ、リーチが、うん、でもこの前のとかステップインとかかぶってるじゃないですか、うん、だから、あの距離、いや、向こうのリーチ長いです。いや、僕の方が長いと思います。いや、あいつの使い方は長い距離使えるから、まだ長いけどね、はい、あとはだから、足を巻いちゃうんですよ、はい、こういうアウトボクシー嫌だったら、はい、とにかく何かに入っていって、はい、こっちのね、2の方です。これはこうされちゃうとちょっとできる、こっちだね、はい、でここで固めて、はい、もう組んだらすぐ膝入るから、はい、それもやんないと当日ぶっつけていってこうガーっていって捕まえてってやったら、はい、その間に油が出ちゃうんです、ね、はい、ちょっと低いな、こっちが頭ですね。あ、全然ちょうどよくない、ここで入る。あ、そうですね、今直して、セオリーってかジムで教えてるのは大体4割でいいって言われてる。力はですか。うん、その代わり、例えば蹴りだったら、はい、こっから先をこうグランってして、はい、サッカーの小蹴りなんですね、はい、こっから先をパンパンしてるんです。もう力なんて出ないで、はい、こっからすぐ先だけ走らせる、パンって。鮫島さんが蹴らせろって言って、うん、反射でこうやってやっちゃったら痛くなっちゃった、真っ黒になっちゃいました。あ、多分折れてます。いや、折れてないと思ってる、悶絶してました。まだこの前の公演とかからこの前ぐらい、はい、落ち着いてやれるかどうかで何もなそうっす。最後のラウンドいいと思う、倒されてもいいから、はい、お前みたいに吠えて、はい、いきゃいいんだけど、はい、10ラウンドに相手にじゃなくて会場に飲まれないと、はい、ガーって周りにゲゲって言われて、はい、ライトもね、スパスパ上がって、もう石川とか TJ とかすぐそこにいるんだから。でもネットでやった方がいいよ、あの花道から自分の方がかけて入っていってコーナーで、あっちのコーナーになって、
和田さんに呼ばれたら行って一回もう戻ってって言われて、ここから関係の対局何やるかってもう頭で決めとかないと、はい、もう向こうが何をしてきてもそれを全部イメージして向こうもジャンピング2位で来るかもしれない、はい、その時にわってなったらもう向こうのモンツだから、そういうことしてくる人は多分あいつもやってくると思う、ね、雅と。そうですね、要するに当たっても当たらなくてもペースが取れると思ってる、その時に簡単なジャンピング見てるのやつやってるやん今、はい、そしたらもう向こうのダメ。あ、聞こえますか皆さん。ごめんなさい、ドレさんの放送が始まったんでちょっと放送かぶせたくないんで今日はごめんなさい、これで終わりにします。ドレさん放送始まったんでちょっとドレさん枠見に行ってください。今回ドレさんの企画なのでごめんなさい。 YouTube に動画を上げるので、あの Twitter で告知をします。この動画あの今晩中に Twitter に上げますので、すいませんちょっと放送かぶせたくないんで申し訳ないです。皆さんドレさんの放送を見に行って、あのあーでもないこうでもないってあの楽しんでください。お疲れ様です。 YouTube に お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。